武田塾は逆にそれができない人をどうハードルを下げてこう到達していくかっていう目線でやっぱり考えてるところが多いから、そういう目線で考えると武田塾チャンネル。高橋先生、はい、今回比較する参考書なんですか。今回比較するのはシステム英単語改訂新版バーサス速読英単語必修編、この2冊ですね。シスタンと速単、はい、いや有名どころですね。そうですね、じゃあやっていきましょうか。はい、本日の参考書はどっち。さあ続きいきましょうか。はい、まあその単語をねどう覚えていくかみたいな。はい、そうですね、うん、まあ、速読英単語を使ってる人の声はやっぱり文章の中で単語を覚えるのがやっぱり言語の学び方だみたいな、うん、生きた単語を学ばないといけないっていうふうに考えてる人多いと思うんですけど、うん、文章の中で単語を覚えるってこれどうなんですかね。実用面で言ったらそれは正しいと思います、はいはいはい、実際の入試だと長文で出るわけだから基本的に単語問題っていうのは、はい、だから単語を理解するっていう意味で文章で読みながらこう周りの情報とか、ね、ヒントとかしながらで単語の意味をこう当てていくっていうのはもちろんいいと思うんだけど、はい、単語を覚えるっていう作業を同時にする必要は果たしてあるのかというのを思ってる。なるほど、長文を読むのと単語を覚えるのは別でしょうと、うん、なるほど、単語を覚えるだけに特化した方が、うん、例えば単語100個覚えろ用意ドンってしたらシスタンの方が早いんじゃないかっていうことですね。 そう、うん、でそれも気合で同時作業で できる人は別にいいんですよ、システム単語やれば、はいはいはい、だけど大半の人たちは単語分かんなかったらそこでこう止まっちゃうわけですよ、うん、で速読英単語をやるんだったらもう長文読みながらでも気合で終わらせられる人じゃないと厳しいよ、うん、そう、それこそね速読英単語入る時点で単語が8割方分かってて2割ぐらい分かんないとかあるぐらいだったら速単で全然いいと思うんです。使い方を確認しながら知らない単語を拾っていくみたいなやり方ですよね、うん、はい、だけど速読英単語を使ってる人でやっぱ失敗してる人の多くがやっぱその覚えられてないんですよね結局、うん、やっぱ文章がちょっと邪魔になってしまってるとかスピードをダウンさせてしまってるところがあるかもしれないですね、うん、もう一個やっぱレベル別じゃないっていう、ね、そこなんですよ、うん、そこなんです、そこなんです。その辺詳しく教えてもらっていいですか。そう、速読英単語必修編が完璧になってる時点でたどり着けるレベルっていうのはやっぱシスタン終わらせたぐらいのやっぱパフォーマンスがあるわけですよね、うんうんうん、だけどじゃあセンターで止めたいってなったらどうするのよって話。なるほど、システム英単語だと、うん、まあ、普通の方だったら1、2章の1200個がセンターレベルの単語って言われてますもんね、うん、じゃあまずセンターレベルの単語をしっかりやっていこうかっていうふうにシスタンの子はなると思うんですけど、はいはい、速単の子だとバラバラなんで、うん、センターレベルで止めるってことができないんですよね。そうなんですよね、うんうんうん、だから終わらせなきゃ意味がない教材っていう意味で言うとシスタンを使った場合同じ使い方をするって考えたら最初から全部終わらせる前提でやらなきゃいけないっていう、分けられないっていう点なんですよね。確かにそれはちょっとあれかもしれない、大変かもしれないですね、うん、だからその使い方がこうなんていうかこう一通りしかないというか、うんうん、だから終わらせるつもりならどっちでもいいっちゃどっちでもいいんですよ、うんうんうん、でそれで文章の中で覚えたいって人だったら速読英単語は文章自体はやっぱすごいいい文が使われてるし、うんうん、あの使いやすいと思うんだよね、うん、その覚えた瞬間すぐにこう転移できるっていう面もあるから、はいはい、だけどその武田塾は逆にそれができない人をどうハードルを下げてこう到達していくかっていう目線でやっぱり考えてるところが多いから、そういう目線で考えるとやっぱそのシステム英単語だったらすぐ終わるしセンターで止められるから、うん、もう英語全然勉強したことない苦手だって人がとりあえずその単語最低限必要なものを覚えるって意味で考えたときにすごくコスパがいいわけですよ。なるほど、だから武田塾はシステム英単語を推奨してると、うん、そう、だから速読英単語の覚え方はできる人向けなんじゃないかと思ってる。そうですね、長文とセットで覚えるのはなかなかね、あの長文まず読めないじゃんっていうところから始まりますので、うん、挫折率が高いのはやっぱ速読英単語じゃないかなって思ってるから、うん、こうまあ、ただやっぱただの暗記って作業が嫌いだって人だったら速単でやっていくのもありなんじゃないかなっていうのが、うんうん、だから、うん、定着しやすいかもしれないですよね。そう、考え方というかその暗記で乗り切りたい派か結構体系化したいかみたいなところだとは思うんですね、うんうんうん、でも単語ぐらいだったら気合で何とかしちゃった方がいいんじゃないかっていう武田塾の考え方、とりあえず単語はまず覚えて長文は単語文法、解釈やった後に入るもんじゃないかなっていう目線なので武田塾やシステムで英単語を採用してるってことですね。なるほど、うん、ちょっと皆さん速単使ってる人もビビッときたんじゃないでしょうか、うん、まあ、今回の企画は以上です、はい、
大学別対策動画で扱っている大学のカリキュラム、実は最寄りの武田塾でもらえます。全国の武田塾で配布イベントをやっておりますので、よかったら最寄りの武田塾にご相談ください。よろしくお願いします。